フリードリヒホン・ボーデル・シュリング。フリードリヒホン・ボーデル・シュビングは、ドイツの福音主義進学者、社会活動家、政治家。転換患者や貧しい労働者を支援する施設である。ベーテルの施設長であったことで知られる。なお、同盟の息子も知られている。1831年に、オスナブリュック近郊のテクレンブルクで生まれた。父エルンストン・ボーデル・シュビング1840年に、 プロイセンの財務大臣に就任したことで、家族はベルリンに今を移し、ここでフリードリヒは、時の皇太子で、後のドイツ皇帝フリードリヒ三世の遊び相手を務めている。またこの時、父の友人には、内国伝道の中心人物だったヨーハン・ヒンリヒ、ビーヘルンがいた。1850年代から、農民の休防を目の当たりにし、フリードリヒは、支援を開始した。また、 この時期高まりを見せていた、信仰復興運動と出会い、進学を勉強したことで、啓蒙主義的合理主義に反対するようになった。1858年から1864年にかけて、出事として赴任したパリで、貧しいドイツ人労働者を支援したが、その間に、10枚のイーダホンボーデルシュビングと結婚している。広島戦争と、 不服戦争に従軍牧師として参加した後、1872年に、ボーデル・シュビング・はラ・イン・ベスト・ファーレン転換療養所の施設長に就任する。就任当時ごく小規模だった施設に、彼は転換患者の養護施設の増築や紙学校、貧しい労働者のための家の設置を行うだけでなく、職場や水の供給施設、教会の集会場、 学校などを備えた数千人規模の共同体へと成長させた。また1878年には、精神障害者や身体障害者、住所が定まらない移動労働者の支援も始めている。1904年に、プロイセン会議員に選ばれ、翌年には移動労働者に家を提供する、法案の通過に尽力した。1910年に死去した。残された。 ベーテルは息子のフリードリヒが継ぐことになる。ありがとうございます。